皆さん、ボンジュール。最近ウマ娘始めました。メッシーです。スマートフォン向けアプリゲーム、ミニ四駆超速グランプリというゲームを、知っていますでしょうか？このゲームをプレイした方ならこのパーツは何？と感じるものがたびたび出てきます。それもそのはず、ゲームに登場するパーツは昔の、絶版したパーツやマシンが、数多く登場するので、現代のミニ四駆レーサーにはわからないパーツがあります。僕もその一人で、特に気になったパーツが、可変ダウンスラストローラー、と呼ばれるパーツです。Amazon でググったところ、販売はありますが、1万円ぐらいと、プレミアム状態です。なので、この動画は、やっぱりなかったことに。中古ショップを回って奇跡的に新品で発見しました。なので早速開封します。中身はこんな感じです。おまけに今では珍しいゴムローラーもついてきました。説明書はこんな感じ。それでは組み立てていきます。ほぼ完成したので FMA シャーシに取り付けてみます。構造上濃いミニ四駆のシャーシにしか付きそうにありません。なので初代 FM シャーシに取り付けてみます。この出っ張りをシャーシの穴に入れてからネジ止めするみたいです。それでは可動チェックします。後方のネジを締めることで、反発力を高めることができます。なんというかシンプルになったピボットバンパー的な感じです。それでは最後、付属のゴムローラーを取り付けてみます。ついでに、FM シャーシのボディは、ありませんが、スーパー FM シャーシのボディは、あるので、乗せてみます。乗りません。FM シャーシのギア部分が、大きくボディが乗らなかったので、スーパー FM シャーシに付け替えて、乗せてみましたが、ガンブラスターでは乗りませんでした。以上です。いかがだったでしょうか。狂った値段のピボットバンパーは、面白さはあるものの1万円の、価値はないパーツでした。ちなみに私は170円で、買いました。最後に FM シャーシを見て、お別れとします。